デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビジンバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメちゃんとお二人よろしくお願いします。いやー、今日の専門家グループは贅沢だよね。中南ではまたあきらくんが来て、あれですよ、この業界に物申したい申し子の7ですから、この業界のもう3A のマスクがないと動画に出ないって言い続けてる。賛成ね。デントリがなんだ。いやいやいや、それはもうないで、もう忘れてください。これは一回一回なんで、読み切りなんで、うちは連載本じゃないんで。たまにちょっとつながってますけど、基本は1話完結型なんで、どっから見ても分かるよ。はいはい、じゃあはい、ということで、このコーナー皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会にじゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。皆様のお悩み、投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は、マーセさんからの投稿ありがとうございます。したいきたいということで、いつも動画楽しく拝見させていただいております。自分の子供も大きくなり、親子でサバゲーを楽しみたいと思っています。素晴らしい。10歳以上用のエアソフトガンを準備しようと思いますが、今まで自分が使っていた18歳以上用のエアソフトガンのデチューンだとややコストがかかると思います。ただコストと引き換えにデチューンするメリットもたくさんあると思いますので、教えていただきたいです。手持ちの 0.2g 弾が使える、今までのバッテリー使える、壊れにくい、好きな機種が使えるなと。はいはい、はい、とてもね、今すごく僕らが、もう5年以上経ちますか、うちが始めて、10金を、はい、これが今すごくスポットがいろんなところでも当たって、逆にユニオンさんもものすごくこうね、ジュニアガンのイベント力を入れて、はい、賛否両論あるのがデチューンっていうところでございますけれども、これはあくまでも模型パドック的な考え方で言わせてもらいますと、僕は10金ガン専用のサバゲーは反対してます。個人的には10金ガンしかできないっていうのをやるって言った時、千葉県で僕は反対しました。市販のものってことですね。そうです、市販のもの、で子供が持っちゃいけないっていうのに反対側だった人間なんですけども、なぜかというと安全面とかいろいろあると思うんですけども、ちゃんと専用の区画された、エリアで専用のスタッフがついてちゃんと取り扱いを教えるのであれば、何ら問題はないんじゃないかっていうのが僕の考えでして、それが野でこうやって遊んだりしてる事件が起きるとか、それはもうまた別の問題ではないかと。遊技場があってちゃんと教えてくれる、大人のルールでやるんだったら子供も大人も一緒になって遊べた方が間口が広がって僕はいいんじゃないかと思っております。今も思ってます、実は。で、これがまず一つ僕の大きな、動かし方なんですけど、でも時代はそうはいかなかったわけですよね。ちゃんとカテゴリーを作ってくださいと、10歳以上用、18歳未満には持たせないでください、売らないでくださいってなったわけですけど、これ以上条例、条例ですね、都道府県条例で決まってるんで、ちょっと場所によって少し違いがあったりするんでね、はい、そこはお住まいの地域で完全にダメになっちゃったんで、じゃあ、これをお客さんの声から直にやってくれよって声がありまして、自分とか浦さんはすごい贅沢な遊び方をさせてもらってたわけですよね。そういうのは一切縛りないから大人に混ざって、当時はそこまでその条例もないし、誰もそんな文句をあまり言わなかったんで、はい、まあ一応今で言う18歳以上用のものを普通に使って大人と一緒のもので遊んでましたから、うん、僕らはね、すごくいい人生の経験を僕もさせてもらったんですよね。それですごくいい思い出があるので、すごくね、殴り合いとかないですね。大人ってみんな嘘つきなんだと思ったりとか、大人ってお酒飲むと下ネタしか言わないんだとか、いろんなね、そういうことしか子供の頃は思わなかった。いや、関係ないですけどね、全然関係ない、人生こうなっちゃいけないんだと思いながら、そういうね、先生をいっぱい見てきましたけど、それは別に、じゃあデチューンがあったらどうだいって思ったのは、はい、これ本音で言うと、淘汰させないためなんですよ、模型パドックで10金っていうのを。はい、10金をやる意味を持たせるときって、10金のイベントを誰かにイベントをやりましょうって俺がやっただけだと、
なくしていいんじゃないのって上から言われちゃうんですね。そんな人がいっぱい来ると分かんないイベントをやってもダメでしょってなってしまうと、その10金がやりたいって言ってたお子さん親子の方たちに1回しかイベントできなかったってなると継続ができないからイベントとしても良くないんですよね。僕が考えるのは継続やっぱしてこう続けてきてくれるからあそこ行こうってなるからいいよねと思った時に、何かを関係させなきゃいけないと思ったんです。模型パドックを巻き込んだ何かを、イベントをやらせるためには物が売れないとイベントの意味が成り立たない。若干下水話に聞こえるかもしれませんけど、あの下水話ですよ、ボーイズと、いわゆるボーイズシリーズって、ほとんど種類がないじゃないですか。そうなんです。で、単価も正直、お休め、ただ、壊れるから、ある程度サイクルは行くんでしょうけど、普通の電動ガンとかに比べるとちょっと単価をかなり比べると安くなっちゃうんで、どうしてもお店的にはうまみがないというか、利益にならないわけですよね。ぶっちゃけで言って今10金ほとんどやってないところはそれが大きいんですよ。そうですね、商売として維持できなくなっちゃうから、店として維持できないよってなってくると、そのイベントに割いてると人が人件費がかかったりとかしちゃう。最終的にそこ無理してるとお店がなくなっちゃいますから、そこはちょっと理解していただいて、ゲスク聞こえるかもしれないですけど、そういうことですかね。これが現実ぞ、いいかい、みんなそうしないとうちのイベントはなくなっちゃうんだでそれを作らせてもらいまして、そしたら新発見の技術もあったりとか、じゃあ今のこのちょうど、デメリットメリットデメリットメリットが見えてきたんですよ。デメが見えてきた、デメが見えてきました。すごく大きなところが出てきたのが、ランニングコストで計算を皆さんまずしてもらいたいんですけども、これ何がいいって、マースさん必ずマースさんのためになるようなお話ができるのが、まず普通に今まで出てるライトプロとか、ありますよね、ボーイズとか、でランニングコスト、電池、乾電池がまず必要になります。乾電池が7本とか8本とかやたら使うんです。これ充電池じゃダメなんでしたっけ、強すぎるって言われてるんですね。だからアルカリ の、 そうです、普通の充電じゃないタイプの使い捨てになっちゃうんですね。100均で売ってるアルカリはダメなんで す、 ダメなんですね。で、単価が高いんで動かない、しかもデリケートな時に、今は分からないですけども、さっき言った充電池を使ってる人も中にいるんですけど、原則故障する可能性が高いですと言われてて、なんだエボルタとかってなんかすごいフルパワー電池ちょっと、あれを入れてもダメだって言われてた。ちょっとは打てるかもしれないけど早く壊れちゃう、そうそう壊れちゃうよっていう可能性があるからおすすめはしませんみたいなことをちょっと言ってた時があって、まず電池の入手と電池だけでも1000円かかるんですよ。1日どのくらい打つかね、その場合にもよるでしょうけどそうですよ、3000発4000発ぐらい打てるんだっけ、フルオートで綺麗に打てば5000発ぐらい、そうそう3000ぐらいフルオート3000セミだともっとグッと落ちるから、セミですか、1日も持たない、持たない、途中で、午後2時ぐらいからバッテリー入れ替えとかなるんで、1000円ぐらいかかっちゃうのかなって。で、ちなみにデチューンガンの場合はバッテリーをそのまま使えますので、リポバッテリーを使用、もし今の一般的な例で言うと、それを1回買ったら、ちゃんと充電とかをしてあげれば3年間ぐらいはそのまま普通に使えます、2、3年は、充電して、買うとこで、バッテリーの料金の初期投資は3回でだいたい電池いっちゃうのが、1回3500円とか、充電切れたら1万円ぐらい見てもらうのかな、1年間で1万円かかりますよね、電池だと大体1万2000円ぐらいで、1000円だと1月に1回やってたとしたら、それだけでももう3年分持ちますよっていうのがバッテリーの効果なんですね。長く続けてもらって15ぐらいから始めたとして18になるまでで、あとはそこから故障に関してなんですけど、故障が段違いです。ひどい例だと勝手翌日に動かないとか、ギューンって空回りするとか、そういうのがよくジュニアガンって言われるライトプロとかのボーイズにはよく起きます。うちでは散々それを言われて、でちなみにうちはパーツを持ったので修理ができません。これに関してギアクラッシュしても、エコパーできるとかあるんですか。持ってればパーツをその壊れるっていうのと、一番大きいのはアキラ君と俺が口を揃えて やらないでしょっていう、その金額に対して明らかに開けた方が高くなってしまうので、新しいの買った方がいいよってなっちゃうので、1万円しない本体にもう1万円かかすかみたいなカスタムとかじゃなくて修理だけでかかってしまったらメーカーさんのようにはできないので、失敗してなっちゃう、なっちゃいます。で、
これがデチューンガンだと僕らこれをいじるのを専門にしているので修理が可能なんですね。どこにもパーツがあるんですね、ノーマルと入れ替えたパーツでも十分性能っていうのは出せるので、それだったら動かすことだってこれでできるよって、まずメーカーに送らなくても各店舗でできるっていうのが、アフターケアの良さがすごく出ます。ここでこれはもうメリットでしかないと思うのと、あと BB 弾がそのまんまデチューンだと 0.2g 使用するぐらいの設定セットアップで大体出すので、別に弾を買う必要はなかったりします。大人の方がそのまま使えたり、2号だとまた別なんですけど、2までだったら使えるんじゃないかなと私たちのベースはそれで考えてます。まあ耐久性が一番大きかったんですけども、あとサイズ感に関してはこれはメリットですデメリットです。お子さんのサイズに対しては圧倒的にフルサイズになっちゃうので大きくて構えにくかったりするのと、重量が上がるっていう、まあでもその年齢によるよね。高校生ぐらいになってくるとさすがにボーイズとかライトクローはちょっとちっちゃいなってなっちゃうから、まあ小学生中学生ぐらいだったらまだ、まあでもうちにあの大がね大きい子もいるからね。うちの世代なんかは多分絶対もうジュニアガンちっちゃすぎたから、あの小学生の時に俺のサイズだったらデチューンガンを持たせた方がぴったりだったりとか、だからその体型にもよるんですけども、そこはデメリットなメリットがあると思うんですけど、あとこれが絶対にあの思うんですけど、デチューンしてるお店の方が圧倒的少ないんですよ。なんでかやりたくないからです。はいはい、これはあの一文集のアキラ君も言ってますけども、私もそうなんですけど、できることならデチューンガンを作りとうございません。なぜかむちゃくちゃ難しい、もともとの設計思想にないものを無理やり入れ込んでパワーを上げるっていうのは向こうはメーカーは想定してるんですけど、下げるってどういうことよっていうことなんで、まあ、丸井さんも最近ね、そうです、10歳以上用 R14 のね電動ガンを出します、シリーズを出すということで今日発表になって、はい、ちょうど8月6日発売っていうのが出ましたので、14金っていうのが出ますけども、これを買ってくれたらそっちの方がいいんですよ。うちはデチューンするよりよっぽど、まあそれもちょっとね運用してみないと分かんないですけど、そうそうそう、まああとはその種類がやっぱり好みのね、こういうモデルが欲しいっていう場合は自分でデチューンするしかないなってことではあるんですけど、はい、10金サバゲーで14金の扱いはどうなの、はい、うちは一色単にしてるけど場所によっては10金のものしかダメよと、 R14 は別枠だよっていうくくりがあるので、パワー的には初速が0.1350 ルール以内であればパドックでは使ってよしっていう、一番の14はどうだ、原則としては超えません。ガスとかで温めたりとか、逆に某どこかのメーカーさんのは40ぐらい入れるときがあります。で、それはあのポンって出ちゃったってことで、ただ条例には普段の断速が入ってるから問題ないですよって、大手を振って出せますよっていう形だったりするので、だからそこはあの絶対ではないんですけど、そういう努力をしましょうねという形でやってるので、僕らは 0.2g で35だよってチューンだったらっていうのを決めてます。で、丸井さんの出てるやつとかだったらそのまま使えるっていいですよっていう流れにやってます。これは各フィールドさんの考え方によってね、ちょっとレギュレーションが違うと思うんで、そこは確認していただく感じですね。もううちは逆に、このイベントをなくすわけにはいかねえってことで、商売的な動きをしてみて、それで社長を納得させてカスタムを成り立てよう、そしたらイベントを維持できるっていうのが、これ僕の活躍だから僕を褒めていいと思うよ。すごい、これは僕の一応ですね、専用ページがデチューンの方はございまして、パドックの方には、YouTube のコメント欄でこれできますかとか聞かれても、分かりませんすぐには。でもなのでお店の方まで直接お問い合わせお願いします。逆にですね、このお二人が最近10金にすごい出てきてるのでめっちゃ楽しい。常連です、もう常連で並んで、そうです、10金の、はい、で、すごくやっぱいいなと思ったの、うん、大人と子供が一緒に入り混じって、大人だけのワンメイクにしたくないんですよ、はい、大人がどんどん活躍しちゃうゲームって嫌で、僕らがやっぱ花持ってもらいたいのは子供たちで、ヒット判定と結構言われるんですけど、ヒット判定を覚えるのが10金だと思ってるんですよ。あの弱い球で当たったことにちゃんと反応できるかとかっていう風にするっていうのがすごく大事だと思うので、そこで真剣にね、サバゲーだけのルールをっていうと、それは次世代のサバゲーマーは育ってないから面白くないなって、僕らの業界に未来はないなと思っちゃうので、だからもうおっさんたちは率先して
死に役をやるわけですよね。前にわーって言って倒して、そしたら子供たちが白目ついてくるわけですよ、うん、なんか子供たちが乱雑に打ち合って、うらやったったみたいな、うん、じゃあ死のうみたいな感じでヒットを連れてったりとか、そういう系光景もあるんだけど、なんかごっこ遊びをすごく痛くない距離感でできるし、あとは上手い人は上手い子は上手いし、ちゃんと狙うってことをしなきゃいけないから、10金でとっても今サバイバルゲームやるには安全管理を覚えるのに大事なのかなと思うので、うん、なくしたくないコンテンツ、うん、だからデチューン買ってくれどっちなんですか、やりたいですか。いや、デチューンはやりたくない、うん、けどコンテンツは残したい、うん、だから売れるってことは作るってことですか。やりたくないそれはあのチューナーの2人が言ってたら、うん、あれに絶対合わないって、うん、でも専門のページできちゃってるじゃん、うん、うち、うん、そうなんですよ。だから、うん、アキラ君に話をさ、パタクさんでやってもらって、うん、いやだっつってんですよって言っても、そうやってこうね、紹介してくれて、でもコンテンツ残すためにこれでしょ。そうですね、そう、はい、これがないと僕らもイベントを運営できないから盛り上げる。概要欄にはリンクがありますんで、ページのねそっちを見ていただいて。チューンじゃなくてカスタムだからね。あれはフルカスタムに違いっていう、やることは全部カスタムだよ。時間かかってましたね。めっちゃかかるよ。かかりますよ。あの1丁で、それが1日1丁で終わったとするじゃないですか。デチューン1週間ぐらい欲しい時ありますもん、落ちきらないとか、弾道が普通のカスタムの方がよほど早いし楽だと。1週間とかって普通ではものすごい重なんですよ。そんだけかけるってことは、デチューン1週間でまとめるのも大変なんですよ。それだけに集中してやってても、なんか固まってこう固まらせたりしなきゃいけない、加工してみるとか削ってみるとか、いろんな方法があるので、これはね、良い子のみんな気安くはできないんだよ、ジョッキーは。あのこう自分でこうブサッて切ってみたら、それでは納得してくれないんだよまあまあいろいろね、やり方はあるんでしょうけど、パリちゃんのゲームは楽しいね。でいろんなジョー逆に見れると思います。だから本当にハイスペックなジョーの人もいれば、うん、普通にジュニアの10金使ってる子もいるから、あの入り混じってもワンメイクにならないようにっていう、それはゲームマスターがうちらが努力すればいいんで、ワンサイドだったらものすごい人数差を作ってさばきやったりしますから、それでも楽しいんで、スタッフがしっかりしてるんで楽しい。あの本当に楽しめると思います。ぜひだからマゼさんもね、もしお近くでしたらアリシャンの10金ってぜひとも来てもらいたい。大体いる、大体いる。今月もね、2回連続の解禁になりそうなので、うん、毎月2回やってますので、毎月2回ぜひ、まあ、いろんなね、銃もそうやって見れるし、はい、見れますね。もしまあそこでね、お話ができてちょっと打たせてもらっていいですかとかね、うん、あればね、それでもその場でね、うん、打ってみていいよっていうのもあるかもしれない。こうかっていうのもね、分かると思いますんで、ぜひ、ご参加いただけると思います。遠くてもね、本州だったら陸つながりですし、陸つながり、それ以外は海を越え、海同士でこう隣さんですからね、まあ、船があればね船も飛行機もあります。スワンだっていいんですよ。スワンですか、何年かけるんですかはい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。